い。こんばんは。こんばんは。こんばんは。ちょっと2分ぐらい早かった。今9時だ。こんばんは。やっほー。こんばんは。今日も朝が早かったので、明日も朝が早いので時間ぐらいかな、10時ぐらいには終わろうと思いますが、自分の良きタイミングで終わります。こんばんは。やっほい。それはそれはね、それはそれは。こんばん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 は。お、すごいいっぱい来てくれてる。なんだなんだ。書かれてました。お、来ました。ありがとう。私今始めたんだけどありがとう。お久しぶりですかこんばんは。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 ちょっとまだこんばんは期間です。少々お待ちください。こんばんは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 。飛んできた。でもそのね、私今始めたよ。すごいね。こんばんは、エミリンが9時をお知らせします。ありがとう。じゃあ私のことよく知らなかったりするかな。そう、11月の3日に広島で卒婚やるから来てねまた詳細は言いますので、また遊びに来てね。そう、あと11月1日に私の卒業シングルST48 の10枚目シングルが出るので、また解禁されたら見てねそう、卒業おめでとうございます。ありがとう。でもまだ明日とかじゃないから。そうそうだよ。そう、卒婚とか来てね、もしよろしければ見てねお時間あれば見てね、来てね。11月3日とりあえずスケジュール押さえといてください卒業するんだ。そうなんです、私 ST48 を卒業しますね。そう、グリーンアリーナで。そうなんですよ、広島のグリーンアリーナで卒婚やるから。そう、まだ1回も会ったことないよって方も最後に遊びに来てね、ぜひ。まだ詳細は出てないよ
11月3日金曜日祝日だよ。そう、シングルの詳細も何も出てないよ。ゆみりんがいたから STUC 出たのにありがとう。そう、でも芸能界は引退しないので、またどこかで会った時は優しくしてください。よろしくお願いしますね。ね、こうやって出会えたのも何かのご縁なのでね。そう、ぜひぜひ。そう、11月3日そう、まだチケットの受付も何にもしてないから、とりあえず時間だけ開けといてもらえたら、あとお知らせします。ねえ、そうそう、出会えてよかったです。ありがとう、ありがとう、ありがとう。ねえ、そう、もし今後の情報も知りたいよって方は、なんかツイッターとかインスタとかフォローしてもらえたら、きっとわざわざショールームにね、たまにそう来たご縁っていうより、もっと早くツイッターとかインスタでこの卒コンの受付とかシングルの MV とかお伝えできると思うので、そう、滝野由美子っていう名前でツイッターもインスタもやってるので、そう、見てみてもらえたら、いろんな情報が載ってるよ。あ、今インスタ見てもらえたら、卒コンのロゴがね、インスタのストーリーに載ってます。ぜひぜひね。ありがとう、見てくれて。そう、たまにね、見てやってください。あ、詳しくは X ですね、ですね。詳しくは X、 またの名前を、またの名を、旧 Twitter ですね。Twitter 改め X ですね。またの名を、かつてのツイッターね、かつてのツイッター。そう、そして今日の配信は10時頃まで1時間ぐらいやります。よろしくお願いします。はい、ということで、ということで、あの、今日もお疲れ様です、お疲れ様です。今日は土曜日なんだけど、そう、お休みの方も多いのかな。そう、私はちょっと明日も朝が早いので早く寝ます。へへへ。そう、みんなもお疲れ様です。なんか、そうそう、朝一とかはちょっと肌寒い感じがしてね、あの、ちょっと涼しいなみたいな感じになるんだけど、日中日が昇って、その雲とかがなくって、本当に太陽が照ったら、もう暑いな、あ、日焼け止め塗ってこなかったなってなっちゃう。なんか朝出る時が肌寒いとちょっと日焼け止め塗るの忘れちゃうんだよね、私。なんか朝から暑いと日焼け止め日焼け止めってなるけど、そう、朝晩はね、そう、ちょっと涼しくなりましたね。そうなの、ちょっとね、ここ数日朝が早い日が続くので、そう、しっかり体調も整えつつね、そう、寒暖差あるとちょっと体調をね、崩しやすかったりするから、みんなも気をつけてね。私も気をつけてます、デスさん、デスさん気をつけてますね。
ね。そう。そうなの、油断してたらね、そう、日中が本当に暑いんですよね。朝長袖とか、でも羽織るものとかはいるかな、朝夜のねために。って思いますね。明日また暑いんだ。そっか、台風一過でちょっと暑くなるのかな。ねえ。なるほどね。体調気をつけんとね。本当に。本当に本当に。した配信が心地よくてありがとう。そう、最近はよくまったりしてます、配信でね。まったりまったり。あ、関東明日から1週間30度超えらしいで、それは暑いね。それはとっても暑いですね。よくないですね。そう、秋なのか夏なのか。あ、明日ビバン生放送スペシャル見れるのかな。あ、え、見れない。見れないよ、見れないです。何も見れないです、明日やった。どうしよう。見れないです、明日だね。本編も見れないね。なんだって、代わりに見ときますね、よろしく。生放送部分も TVer に載るかな、どうなんだろうね。そう、特番もそうそう TVer に載るのかな、載らないのかな、どうなんでしょうか。どうなんでしょうか、見れそう TVer で。そうなの、ね、あとねえねえ、私のねえ、このさ人数と星ね、ね、人数じゃなくなるんだよね、明日の、明日と11日からね。なんかなんだっけ、そう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 、なんかお知らせで、お知らせでタキダス、あと無料でギフティングできる新ギフト、キラキラ星が登場します。
ミッション達成で1日500個かける2獲得できるんだって。1ポイントのギフトとなり、所持できる個数の上限は500個までとなります。1日2回、それぞれの時間帯で1ルームにギフティング可能な個数上限は100個となります。うん、ってことは500個もらえるけど、なんかここに投げられるのは100個までってこと、ね、あ、キノコ、そう読みましたね。私もそう読みました。じゃあさこれさ、もしじゃあ今後さ、そのポイントを競うイベントがあった場合、これ 500×2 だから、これもし10回配信したらいいってこと、それとも一人、どうなんだろう、1ルームにギフティング可能なってさ、1回の配信にじゃないじゃん。だからもう1日100個なのかな、それとも1個の配信に100個なのかな、どうなんだろう。1日2回って書いてる。そうだから1日2回で1000個もらえるじゃないですか。でね、だけど1ルームにギフティングは100個までだから、ってことはそう10回配信したらね、100個ずつもらえるのかな、どうなんだろう。それとも1日に200個ってことじゃないかな。ああ、1日2回それぞれの時間帯で1ルームにギフティング可能な個数上限は100個となります。あ、なるほど。例えば午前中100個、午後100個みたいなことか。午前と午後の2回なのかと推測しています。え、そういうことか。なるほどね、なるほど。200個と予想ってそういうことか。でなおかつ午前中で500個、午後で500個みたいな感じで、その時間帯で分かれるってことでしょ。なるほどね。え、じゃああとの800個どうしたらいいのね。あとは今までは1時間で1配信だったけど、それは変わらないのかな、その1回リセットされるのは変わらないのかな、1時間の配信で。どうなんでしょう。そして9月11日から、ここのその視聴者数の表示されたところに、従来のそのこの視聴者数に加えか。あ、なるほど。私視聴者数なくなるのかと思ってた。違った。視聴者数に加え、コメント数、ギフティングのポイント数が盛り上がりの数値として表示されるようになります。盛り上がりの数値はショールーム独自の方法で計算され、計算方法の詳細については非公開となります。視聴者数に加えて盛り上がり度をプラスするため、視聴者数よりも低い数値が表示されることはありません。だって視聴者数ね。人数ともう一つ数字が出るんだ ね。それは何か、何かに関係がもしかしたら今後あるかもしれないってこと？なんかな、この盛り上がりは。キラキラ星。なんかこのキラキラ星とは別でゴールドがもらえたりする？なんかゴールドがもらえるみたいなさ、
情報もあったよね。デイリーミッション情報導入に、あ、あったあった。デイリーミッションは、あ、これ5時で分かれて、15時で分かれてるから、キラキラ星も15時で分かれそうだね。デイリーミッションも1日2回です。午前3時から14時59分までと、15時から2時59分、その日付超えた2時59分までが1回で、2回デイリーミッションができるようになります。デイリーミッション達成により1日に最大で140ゴールド獲得できることになります。はい、あ、ここの新ギフト頂上がキラキラ星なわけか。にゃるほどにゃーん、にゃるほどにゃーん。でデイリーミッションで獲得できる小ゴールドは最大2日間の使用期限付きとなります。はい、小ゴールド購入ページからご購入された小ゴールドや購入時のおまけで獲得した小ゴールドについては無期限で使用可能となります。小ゴールド使用時は使用期限付き小ゴールドから消費されます。今後もさまざまなミッション追加を予定しており、デイリーミッション以外でも使用期限付き小ゴールドの獲得が可能となります。新ミッションについては今後の知らせをお待ちください。え、ってことで、ってことで、そうそうそう、課金なら100ゴールドのギフティングしか無理。いや、140って書いてた気がするな。最大で。そう、こう、そうそう。あ、ただルームを使用するだけでは貯められなくなってるってことかな。あれじゃないか、コメントしたらとか、ありそう。コメントしたら、ルームを一定時間見たら、あとは、なんだろうな。なんだろうな。あとは、あ、じゃあ、キラキラ星投げたらとか。キラキラ星、ね、キラキラ星投げたらありそうじゃない。え、ってことはこのさ、不思議なキノコ、不思議なキノコもさ、無料ゴールドで投げられるようになるかな。ね、このキノコちゃんとか、キノコちゃんは何ゴールドだっけ本当は。このキノコ、キキキノコ、キキキノコ、ね、キノコは10ゴールドだ。じゃあキノコは投げられるってこと？ゴールドもらえるからね。そういうこと？毒キノコまでは投げられるかな。なるほど、なるほど。へー、ファンレベルは月の途中で変更してどうするんだ。あ、ファンレベルも変わるって言ってた。このファンレベルってさ、あれでしょ、みんななんかワッペみたいについてるやつでしょ、名前、あのアイコンの左側に。ディスキノコまでは貯められないやね。確かにディスキノコくれてる方はもうありがとう、ありがとうってね、そうだよね。もう自分の小ゴールドを何かしら使ってるってことだよね。あ、今月はそのままで来月から変わるみたいですね。だって来月調整と書いてありました。だそうです。うん、そこはね、月またがないから変わんないみたいだよ。うーん、なるほどね。いろんなことが
11日配信できるかな、私どうだろう、ちょっとわかんないんですけど、配信できたらいいな。そうなんだね。ね。いろいろとね、楽しみですね。いろんなことが。ね。明日配信あるなら、明日がね、ちょっとわかんないなって感じです。ごめんね。わからず。わからず、わからず。そうだから、もしかしたら今日が星投げ最後かもしれないので、そう記念にいつも星投げなくていいよって言ってるけど、今日はどうぞどうぞってぜひ記念に、もう 今ね、シティ U はイベントしてないので、そういっぱい連打しちゃってください。投げラストです。あんなにみんな朝起きて1時間ごとに集めて投げて集めて投げて集めて投げてっていっぱいやってもらった星投げも、もしかしたら今日でそう最後かもしれないので、そうだよ、ぜひ。ねえ、ありがとうね、本当にイベントお世話になりました、皆さん。あ、そうだ、カウントも最後です。カウントも最後なので、あのカウントしてそれがポイントになるのも最後です。あの私のポイントには今星投げしても何にもならないんですけど、あの皆さんのあの累計のポイントとかにはなると思うので、そうなんか、もし累計のランキングとかを目指してたりとか入ってたりとかする方はそう、このコツコツの50ポイントもなくなります。捨て星のシステム勉強したなね、本当にお世話になりました、1週間ぐらいね。うん、ありがとう、本当にね、頑張ったねお互いね。星投げもね頑張ってもらったね、カウントもね、 SMS 認証もしてもらったね。そう、きっともうイベントに参加することはないのかなと思いますが、わかんない、人生何があるかわからないので、ちょっとなんか人生何があるのかわからないので、わかんない、もしかしたらなんだろうな、なんだろうな、例えばあのなんかそう、一
1位になったら、なんかドクターイエローに1週間って1週間毎日取んないか、まあ1往復分乗れますよみたいなものがあったら、ちょっとその時だけちょっとカーのイベントに参加するかもしれない。そう、そんな感じの、なんかそうそうね、それは1位に押し上げるしかねえ、そうそう、分かんない。それがなんか48グループのイベントだったら私は今後参加はできないけど、なんかさ、48のイベント以外にもショールームってさ、いろんなイベントやってるじゃん。なんかこれのアンバサダーになりますよとか、これに出演できますよとか、そのね、私たち今まで48のイベントしかあんまり見てなかったけど、もうめちゃくちゃ毎日何かしらなんか10個ぐらい同時にやってたりするじゃないですか。そうそうそう、だからなんかね、もしそのイベントで1位になったらドクターイエローに乗れますよみたいなのがあったら、そう、どうしたらいいんだろう、キラキラ星投げてもらったらいいのかなみんなに。そうで、私朝と夜に配信したらいいのかなもう多分その頃にはみんなの方がイベントとか詳しいんだろうね、きっと。そうそう、そう、そんな感じの、その自分の実力ではなかなかね、成し遂げられないものイエローのためなら私はご仕置きをしますね。そう、だからね、そちらとは限らない、今後イベントに、でもイベントがあるのかな、今後どうしたらいいんだろうね。キラキラ星ね、キラキラ星、うん、でも逆にさ、1000個1日もらえるのに推しには200個までしか投げられないから、800個余るから、なんかみんながみんないろんなルームにキラキラしに行くのかなねキラ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 って、どうなんだろう。あ、AKB グループでなくなったら時間制限なしで24時間できるのかな。確かに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 、そうだね、なるほど、確かに。ドクターイエローのために不眠耐久レース、確かに確かに、みんなご仕置きとかじゃなかったねあはは。でもそんなさ、多分さ、あれじゃない、別にもうきっとカウントとか星投げとかがないから、あんまりその区切ってとかに夜中をイベントするとしたらね、そういうなんかメリットはなくなるんじゃないかな、きっとね。そうそう、ラジオ配信してた、そっか、卒業したらラジオ配信ができるようになるのか、確かに。念願の VTube 配信も、えじゃん。でも私全然ラジオ配信できるんだったら、うん、それでいいよ
全然それでいいですもうなんか机に置いてなんか寝っ転びながら、そう、皆さんこんばんは、私はお布団に入りましたってできるね。やるかは知らないですけど、ね、そのまま寝そうじゃない。てかさ、ラジオ配信ってさ、何を持ってさパンされるんだろう。やっぱ3分以上さ喋らなかったらさパンされるのかな。ね、じゃない、どうなんだろう、もうなん、無音でしばらくしたら、そうだよね、そうだよね。なんか私たちもさ、寝ちゃったらダメとか、配信のところに行っちゃダメとかあるけど、ラジオの方が難しいよね、判定が。音声録音でした、そうそうそう、なんか本当はダメなんだけど、そう、自分がいないといけない。例えばここでさ、私が録画を流しちゃえば、私じゃない誰かが録画を流しちゃえばなんかっぽくはなるけど、でもそれはまあダメなんですよね、普通に。だけど、あのね、わかんないよね、録音なのか私の声が、ね、七夕滝子、滝の滝のか、滝の横としてのショールームに引き継がれる。わかんない、そもそも卒業してショールームを私がするのかしないのかも知らないのでってそう、わからないので、わからないです。わからないですな。あ、録画だとあれでコメント読まれないとか、あ、確かにあ、インスタライブ、確かにインスタライブ、私インスタライブしたことないんだよね、自分のアカウントで。そういえばインスタライブもラジオができるの？ね、そうなんだ、ラジオできるんだ。似合うね、嬉しい。黒もねよく着るからね、私。そう、
配信系は何かしらは、そうだね、でも確かにできたらいいね。TikTok は私あんまり あんまりなんか、そう、自分がやるのは想像つかないな。そう、もちろんなんかいろんなものを、そう、新しく始めるのも、いろんなものを続けるのも大切だけど、こうなんかきっと SNS とか以外でも新しいこととか、そう、あると思うので、今までね、そう、グループの活動だったから、そう、だから、そうだね、なんかあんまりいろんなことを始めちゃって続かなくなっちゃったりとかするよりかは、なんか絞って、そう、自分に合った、そうっていうのをやるのもありなのかなって思いますね。まあでもファンクラブは作りたいね。 STU も今個人ファンクラブがあるので、そうできるのかは分からぬですが、そこはねしたいね。ファンクラブイベントがやりたいから毒キノコね、毒キノコ。あ、ファンクラブできたら絶対会いたい。嬉しい。ありがとう。ありがとう。早くいろんなお知らせができるように頑張りますね。嬉しい。それはきっと、みんなが、はい、いっぱいチェックしてくれれば、来て、お、毒キノコ、毒キノコ。そう。きっとみんながいろんなことをチェックしてくれれば、してくれるほど、いろんなことができるようになると思うよ。そうなので、いろんなものをチェックしてみてね。まあ、毒キノコなんだっけ、ダンシング毒キノコだっけ キノコ、なんだ、これはキノコなの、これは食べられそうなんだよね、毒キノコ。なんだろう、色って大切だよね こう、そう考えると色って大切ですよね、本当に。あ、それはかろうじて食べれるかも。かろうじて。そう、それも食べられるんだよね。色って大切。とっても大切。受けた。受けた。嬉しい。受けてる。山口きのこたくさん取れるよね。知らないです。私きのこ狩りとかしたことないな。
してみたいな、キノコ狩り。あ、アンドガールの特装版今日届きました。お、ありがとう。ありがとう、ありがとう。嬉しい。私はそことあそことあそこに乗ってます。探してみてね。キノコ狩り、キノコ狩り、あ、私その養殖のキノコ狩りを想像してた。キノコ狩りって言ってあまり山道に、だからキノコ博士と行きたい。もし野生のキノコを取るんだったらね。さすがに野生のキノコはなんかそう一人では行けないですよね。あとは、そうだな、何狩りしようかな。でも秋だからさ、そのぶどう狩りとか行きたいな。もみじ狩りいいね。もみじ狩りもしたいですね。梨狩り、梨狩り、りんご狩り、ぶどう狩り、いいね。あ、食べられるキノコだ食べる、食べられる、食べられない、大切だからね。お腹空いてきちゃうな。お、もう47分だ。早早早早早、おやすみメール送っとこう。今日は7通遅れました。次、え、だって6通送ったよね、もう。1、2、3、4、5、うん、やった。ごめんね、最近7通遅れなかったりする日があって。そして明日の明日は月曜日ですが、月曜日にブログが更新できますように。11日だよね、できるかな。携帯触れないかな。移動時間とかで書いとこうかなね。食べられるキノコだまあでもシングル発表されたから、それについて書きたいですね。最近、そしたら3週連続して、その卒業しますっていうことと、グリアリでーすっていうことと、シングル出ますっていうので、なんかすごい3週続けて嬉しいこと続きだね。お知らせ、いいお知らせがいっぱいできて、そう発表続きね。あ、毒キノコだ。毒毒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 
発表いっぱいだね。ね、発表いっぱい、食べられるキノコだ。そう、今日の発表がありますね。そう、今週も来週もね、そういろいろかいろいろでな。あ、ユミニープロデュースグッズも気になるね。早く見せたいな。早く見せたいし、言いたい。あれと、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 え、で、私のやつは、もう、みんな全部、チェックしてほしいな。うん、なんか、自分でも買う。そう、早く言いたい、早く言いたいけど、まあお互い我慢しましょう。そう、お互い我慢しましょう。私も早く言いたいんですけどね。そう、続報は配信で、どうだろう、配信でできるのかな。ちょっとその辺もよくわかんないです。わかんないです。ごめんね、なんか私が本当になんか知らないこともたくさんあって、そう、私がすべて、そう、何かを仕切ってるわけではないので、卒業する本人だけど。食べられるキノコだ。自分で決められるものと、その決められないっていうか、そのなんかね、大人が、大人のものもあるので、うんうん、ね、そうそうそう、ね。でも最近私の情報が公式に載ってないがちだから、ちょっとみんなお手数ですが、なんかごめんね。ハンドガールもね、結局ね、載ってなかったんだ。そう、発売っていうのも載ってなかったんだ。あとは12日の神業も載ってないんだ。あと29日の表紙のやつも載ってないんだ。だから私、そうなの、割と私の情報が載ってたり載ってなかったり、そうするので、ごめんね。もちろん公式もチェックしてほしいけど、なんかそう、私もそう皆さんにお伝えできるように頑張りますね。そうね、ゆみにかわいそう、ピエンピエンね。まあでもそう、みんなが知ってくれてたら、そう、私は嬉しいから、そう、私も私で、そう、今日これですよって自分でもね発信します。よろです。そう、もちろんきっと忙しかったりねするんと思うんだけどね。ね、寂しくなっちゃうね。
ぱいいろんなね情報があってなんだと思います。あ、悲しい話はやめましょうね、悲しい話はやめましょう。楽しく楽しく、卒業楽しみ、卒業楽しみ、イエーイね。あ、たくきなかイエーイ。イエーイ、食べられるきなかイエーイイエーイ、きのこ楽しみなこといっぱいね、ほんと楽しみなこといっぱい。あ、食べられるきのこイエーイ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 と言いつつと言いつつ、そろそろもう終わってしまいます。あった、たくきなこイエーイイエーイ。食べられきのこ、食べられきのこ、食べられ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 、食べられ食べられ食べられキノコ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 、あ、食べられない。いやでもなんかこうやってキノコもらって、おなめこっぽいね。確かにしめじ、あ、受けた受けた、嬉しい嬉しい嬉しい。そう、最後まで楽しくいきましょう。おー、そう、そうだよね。新士官はね、そう本当に、そう本当にあっという間。なめこを収穫しなきゃ。あ、でも私やってたよ。あ、取れるかな取れるかなああやってたよ私。いろんな、なんかあれってデラックスとか春夏秋冬とかいろんなアプリがあって、そうめっちゃやって、ここ高校生の時にめっちゃやってた。めっちゃ収穫してたよね。で、新しい携帯にしてもなんか無償に、なんかなめこってその無償に、おー、無償にやりたくなる時があるんですよ。だから新しい携帯にしてからも何回かやりました、なめこ。でもそう、ダウンロードした時が一番、そういうのって一番熱がマックスで、でもそういう時ダウンロードした瞬間ってまだ普通のしか生えないから、あのそう一番あの時間短いやつにして、あのそういっぱい生やしてでやってみたいな。そう、なんか照明とかも変えるとまた生える速度が変わったりとか、なんかいろんな設備を変えたら生えるね、あの枕木ってセンドラなんていうのあれ、枕木、まあセンドラね、そうだよねそう、なんか原木、そう木、その木でも生える
ナメコの種類が変わるんですよね。だからめっちゃ遊んでました。懐かしいな。鉄を閉じちゃってる、鉄を閉じちゃってる鉄を閉じちゃってる。あ、今日の鉄音も聞いてくれましたか。ありがとうございました。今日は、ね、まだ聞いてない方はぜひラジルラジルで聞き逃しができるので、そうラジルラジルアプリで無料で1週間聞き逃しができるので、よかったらぜひ。あ、聞いた、ありがとう。そう、今日は9月9日クックということで、鉄道と食についてのラジオです。聞いてるとちょっぴりお腹が空くようなラジオになってるので、お腹を空かせながら聞いてくださいお弁当食べたくなりましたね。すごいよね、本当にふっかるだよね。ふっかる、仕事なんだけどふっかるだよねって思うよね。鉄音のスタッフさんって本当に、そう、みんながみんなふっかるだなって思いますすごいプライベートでもいろんなことところに行かれてて、そう、なんか毎週のようにいろんなところのお土産がもらうんです。どこそこに行ってきましたみたいな感じで。だから私もね、北海道行った時に去年、そうお土産、北海道行った時にお土産買ってきた、北海道行ってきましたってそうね、お土産もらうの嬉しいよね。し、私もお土産買うのすごく嬉しかった。なんか今もうあんまりお土産買わなくなっちゃったなぁと思って、そう嬉しかったです、お土産買うの。その高校生の時だったら部活の友達、部活のメンバーとかにお土産とか買ってたんですけどね。そう、今わざわざメンバーにお土産みたいなのなかなか買わないなあって思って、みんながみんないろんなところに行くからね。そうなの。だけどあれだ、島根に行った時にニャポッポでマネージャーさんに買ったな。兄ちゃんも買ってたな、マネージャーさんに。そう、なんか3人でスケジュールが合うって本当になかなかないし、その微妙に調整してもらってたりしたんですよ。ここで行きたいんですけどって、そう、この2日間ぐらいで行けたらいいなみたいなので、そう、そう、なかなかそう3人のスケジュール本当に合わなくて、そう、だからありがとうございますっていうので、そう入浴剤を買いました。見ても入浴剤買ってたかな。そう、マネージャーさん、サムタマはねサマスパンだよね、本当に。あ、そう、お礼も兼ねて、そうそう、お礼も兼ねてのお土産でした。ありがとうございます。収穫しなきゃ。ね、ニャーポッポで、そう、ニャーポッポでまた行けたらいいな、どっか。ね。みんな一緒のところなのかな、私が収穫してるのとみんなが表示されてるのって一緒のところなのかな。ドゲンドゲン、そう、なめこ取ってる、そう、なめこ取ってる。ポポ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 
ポポポポポポみたいな、ポポ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 、あなたが気持ちいいのよね。そう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 ね、そうなんですね。ついつい癖になっちゃうねやつがありますよね。あとはそのこの種類が何個生えてたらこれが生えますみたいなキノコがあったりするじゃないですか。この原木で、ちょっと収穫しながら話すこの原木でこの照明でみたいな、このキノコが生えてる時にしか生えないキノコとかがあるから、そう私はで、なんかキノコって、あ、ナメコのゲームの話ね、あのなんか生える数が限られてるから、その生えもう生えないぐらいに生えちゃってたら、その条件揃ってても新しいキノコが生えないので、そうちょくちょく見てそのキノコを収穫しないように周りのキノコをみたいなやってたんですけど、そのロック機能っていうのがあって、そのあのね、たまたま手が当たってあの収穫したっていうのがないようにロックができるようになってるんですよ。だからロックかけてやってるんだけど、たまにロックかけたと思ってかけてなくって、ふわーってやった時に、あ、待ってってせっかくあれがさ3つ揃ってたのに、うわーって今生えたやつなのかーって、そうなっちゃうの。あるあるだった私あるある、ロックかけてなかったみたいな、ある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 、そうやっちまった感、そうマッピーよね。時を戻したくなるね。時を戻したくなりますよね。たた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 ね。でもスーパーのキノコって一年中売ってるじゃん。やっぱりあれか、栽培してるから一年中食べられるようにしてくれてるってこと。キノコの旬って秋なのかな。キノコ旬ないぐらいにあるよね。あ、年間を通してスーパーで買うことができる食卓に欠かせない食材ですが、自然に自然のキノコの旬は主に秋です。だってまあそっか、そっか。あ、でもキノコは秋の季語にもなっていますが、実際は一年中生えます。野生のキノコは気温と湿度の影響を受け、6月から7月の梅雨の時期と9月から11月の秋の雨の頃に大量発生します。人工栽培が確立されていない松茸は自然に発生したものを収穫するしかないため、旬は秋と言えます。だってめっちゃビニールハウスで栽培してるイメージあります。そうだよね。冷凍しとくと旨味が出るし、あ、そうなんだ。知らなかった。あ、でもなんか夏のが旬のキノコとかもあるらしいよ。またいろいろあるね。そっか、やっぱり松茸は栽培が難しいからあんなに高いのか。野生を取るのが主になっちゃうから。なるほどね。
プリのね、キノコのボルシチの、ボルシチのパスタとか、なんかなんかボルシチパスタ、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 あ、ボルチーニだけ、あ、そう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 ボルチーニ、そう、私が言いたかったのはボルチーニボルチーニのパスタあははは、ボルチーニでした。ボルチーノのパスタが好きなんだけど、そう、ボルチーニ、ボルチーニってどんなパスタなんだろう。ボルチーニ美味しいよね。私ボルチーニ好きだわ。リゾットも好きだな。ボルチーニってスーパーで買えるの？ところであんまり見たことないよね、スーパー。あ、乾燥ボルチーニとかあるんだ。なるほどね。ボルチーニって日本では一般的に乾燥したものしか手に入れにくいだって。あー、なるほどね。で、ボルチーニもトリュフ、松茸と同様に人工的な栽培がまだ確立しておらず、成長に適した自然での発生を期待するしかないからないんだって。で、ちょっとだからちょっとお高めだし、その生で売ってないんだって。なるほど。だから普通にキノコ売り場で売ってないし、乾燥のやつしか売ってないんだ。あんまり、世界三大キノコらしいよ。ああ、そうなんだ。そうなんだ。そうなんだ。だからあんまりスーパーで見たことないし、あんまり乾燥キノコのコーナーってあんまり行かないな。だから見たことないのか。意外とスーパーでも乾燥キノコのところを見たら、乾燥ボルチーニね、見たことがあるかもしれない、見るかもしれないね。そう、ボルチーニのリゾットとか好きなんだけど、なんかボルチーニとなんちゃらのパスタみたいなのがあるじゃんかってなった時にさ、私どっちがどっちか全然わかんないんだけど、きっともう一個の割合の方が多いんだろうねね、ボルチーニをたくさん入れると多分お値段高くなっちゃうから、すごい、もう一個の方が多いんだろうな、きっと。キノコ、キノコ、キノコパスタ、リゾット食べたいな。なんかリゾットが食べたくなる時期ですよね。リゾットが食べたくなる季節ですね。ちょっと肌寒くなって。ボルチーニ気になる。美味しいよ。でも私はそんなに多分ボルチーニたくさん入ってるみたいなのではないんだと思うけど、そう、そんなにお値段にするものとか食べたことがないから。
ってなるとね、そう、アヒージョで美味しい。アヒージョもね美味しいね。確かに確かに。うーん、終わろうかな。もうちょっとあと5分くらいしようかな。いやー、それにしても明日のビバン見たかったな。TVerで見よう。すごい。ドラマ本編の美術スタッフによるスペシャルセットもご注目ください。だってでもみんな私の代わりに見といて、そしたらよろしくです。私の代わりにぜひね。そう、録画してね。そう、録画して。確かに確かに。綺麗な髪ですね。ありがとうございます。今日は結んでます。はい。雪ですね。うん、次何話なんだろう、ビバン。9話とかかな。8話。9話か。もう終わっちゃうじゃん。とんでもないとんでもない、なんてとんでもない。そっか。でも私もいつかなんかこれ面白いみたいな、自分の大好きなものに自分も関われたらいいな。ね。そう。ビバン出てるんですとか。かっこいいよね。かっこいいな。ちょっとでも出てたら言えちゃうもんね。そう。ちょっとでも出れるように頑張ります。でも出たいな、自分の好きなものにね。そう、探してください。残り2話で完結できるかな。そうだよね、本当に。本当にそうだよね。謎いどうですかね。劇場版に続くとか、最高だけど早く見たい。もう来週公開とか言ってほしい。ね、今もし発表とかだったら冬か1月公開とかなのかな。劇場版ありそう。劇場もう来週とかにしてほしい。ね、絶賛制作中。
かだったらいいなぁ、ね。楽しみだね、最終回もどんな終わり方になるのか楽しみだな。明日、そうだな、明日いろんなのの合間に、そうだ、明日私あそこに行ったやつをツイートとかしようと思う。明日見れない代わりにメールには送ったあれをツイッターとかに載せようかな。スペックがそういう流れだったな。でもそっか、確かに確かに。スペックもね、面白かったよね。全部見たよ、劇場版も全部見たし。そうそう言ったよね、めっちゃ前に。そう、もう 2,3 日で全部見たってで楽しかったな。スペックも面白かったよね。あ、ミステリという勿れは見ました。ドラマ見ました、全部。でも確かにあれは続く終わり方でしたね。劇場版も楽しみ、見ます。楽しみ。そう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 マイアンで言ってたからね。そう、マジで綺麗だったな。そう、今やってるのはね、録画してます。 VV 特別版すごい、今そうやってるの。9時から。一部バラエティ番組が配信期間1ヶ月になったね。あ、そうなんだ。いいね。確かに私も1週間経って、うわ、見たらんやん、先週の、みたいななっちゃう。よかった、嬉しい、ありがたい。でもなるはやで見ます、見たいやつは。ミニが言ってて、TVer でやっと電話見たよ。ね、見てるという中でもね、面白いですよね。あ、私今ねあれ見てる、あのあれ、あれあれ、見たらいけ炎上する、そう、永野芽郁さんのネットフリックスの配信のやつなんですけど、そういただいて炎上する、そう、ネットフリックスのか、そう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 、今ね本当に見始めで、まだね2話が見終わった段階です。そう、配信された時にすぐ見ようと思ったんだけど、なかなかそう見なくって、あ、見なきゃ見なきゃーと思って、そう、三田園さん10月からやるね。三田園さんも見なきゃー楽しみだ。そう、面白いけどゆっくり見てく、ゆっくり見てく。なんかなっちゃった
ということで、もう歯になっちゃう。ありがとうございました。終わります。ありがとう。ごめんね、なんか10時って言ったのにちょっと長くなっちゃいました。ありがとう。また誕生日ます。13位スランプくんさん、ありがとうございます。12位デッカマキデラックスさん、ありがとうございます。11位タケン18さん、ありがとうございます。10位テリーピーさん、ありがとうございます。9位新潟さん、ありがとうございます。8位ヒロさん、ありがとうございます。7位イソケンさん、ありがとうございます。6位カサオキさん、ありがとうございます。5位コーラさん、大好きだから今度とんでもないプレゼント送るけどごめんね。お、何でしょうか。楽しみにしてます。ありがとうございます。4位コペンさん、ありがとうございます。3位バリーさん、ありがとうございます。2位オックンさん、ありがとうございます。そして1位はガンダムさん、ありがとうございます。とんでもないプレゼント、ね、とんでもなさすぎたら多分私のところにはもらえないけどね。またどこかで、またどこかで。はい、それでは今日も最後までありがとうございました。きのこもたくさんありがとう、美味しかったよ。パク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 、ありがとうございました。明日も一日頑張り、ゆみりん。それではおやすみなさい。バイバーイ、おやすみねー。